にちは。こんにちは。始まりました。フォーダスタッフシューズレビュー。はい。はい。今回はね、セットが。そうですね。今回初めてなんですけれども、場所はと言いますと、フォーダシューズバーというお店で。はい、今日は、ね、はい。いつもとお店の雰囲気だいぶ違うんですけど。そうですね。だいぶちょっとスタイリッシュな、はい。デザインで。やってますけど、ここはなんて場所かというと、まあ、フォーダシューズバーというのが期間限定でやってるポップアップショップで、はい、場所がエスタジオ横浜というフットサルコートで、そうです。はい、出店してるんですけど、もう目の前がね、もう目の前にコートがあって、うん、まあ、シューズのお悩みとかね、そうですね、気軽にね、今寒いんで、頭に来てもらってるんですね。はい。はい。やってるんですけど、なので、はい、ぜひぜひお近くの方も遊びに来てもらえると嬉しいです。はい。はい、で、今日早速何話すかっていうところなんですけど、こちらですね、はい、ルースイソンブラ、まあ第1弾がアクシスについて、ね、やらせてもらって、ちょっとね時間空いてね、そうですね、いろいろね、うん、僕らも他のシューズもやらせてもらって、そうですね、満を持してと言いますか、はい、このタイミングでこの場所で、そうですね、はい、こちらと思って今回、はい、はい、シューズ名がエクストリームというモデルですね、はい、もうエクストリームがね、もう極める究極っていう意味なんですとかね、はい、意味なので、まあそのコンセプトがどんなものかっていうところをちょっと僕ら二人に話したいと思います、はい、コンセプトからね、もうそれにこう連なったこうスペックですとかね、背景とか使用感とかね、ぜひ皆さんにねお伝えできればと思います。そうですね、はいはい、はい、お願いします。じゃあまずそもそもこのエクストリームとはっていうところからですかね、はい、そうですね、はい、まあさっきもちょっとちらっと言ったんですけど、極める究極っていう意味なんですけど、まあルースのこう象徴的なね選手が今アグレミーナの監督です、野島凛選手、スタイルマスターって言うんです、スタイルブックで絶対見たことあるんで、この人かみたいな、はい、あ、この人ね、はい、絶対になるな、なります、なります。で彼がもうルースの中でも最もルースを体現している選手、極めた選手っていうところで、このエクストリームっていうのはイメージとしてある、ね、ね、はい、もう本当にうまいやつとか、もうフットサルやってる人って、もう次の次とかも全部見えてるから、もうスライディングとかもしないでしょ、しないよっていう、ね、スライディングってこうディフェンスのある意味最終手段っていうかね、っていうところもあると思うんで、まあ、もうそういうことをそもそもしない選手だろうっていうところで、このエクストリームっていう名前が付けられた、ね、そう。だから、まあ、正直、ニット、これニットの後でまた説明はするんですけど、はい、ニットってこう、どうしてもやっぱり人工比較よりも耐久性自体は多少は劣ってしまうんですけど、ね、まあ、その分、薄さ柔らかさっていうところ、ルースの持ってる裸足感覚っていうところのシューズに対してはもうマッチしているところなので、さっきこう説明したように、もう、スライディングとかもそもそもしないでしょっていう。かなりルースの中でも、尖ってるコンセプトのシューズですね。はい。なので、もう本当に薄いのが好きっていう方に、そうですね、抜けたシューズなので、ベストマッチね、すごいですね、はい、まあ競技者ももちろんですけど、はい、まあシニアで今やってる方とか、まあ小猿とかでもね、うん、結構やっぱり足裏使うのが好きで、そうですね、っていう方にはすごいおすすめになってると思うので、まあその辺をね噛み砕いて今回、ね、そうですね、はいはい、やれればと思ってるんですよ。じゃあまずスペックからいきましょうか。そうですね、まあ、一番、はい、店頭でも声が高いこのアッパー部分、ここをやっぱ最初見たとき、ね、これフットサルシューズっていう、そうですよ、ビジュアルなんですけど、もう手に取る方も最初おっていうね、なりますよね、ね、これ蹴れるみたいな、あ、これサルシューなんですか、そう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 、テンションね、そうそうそうなんですよ、そうで、ここですね、はい、じゃあイースタープレスお願いして、はい、ニットってまあさっきから説明してるんで言ってるんですけど、普通のシューズってアッパーがあって、まあスポンジが入ったり、1ミリとか薄いのが入ってて、うん、さらにこう内張り、そうですね、伸び止めみたいな。伸び止めとかこう入れたりしてるんですけど、うん、なので1、2、3、3層になってるんですよ、はい、基本は。それを、このエクストリームっていうのは、こうアッパーのベース自体はもう、ニット1枚にしてるので、もう1層だけなんで。裏から触るともうめちゃめちゃ、ね、もう薄いのがわかるんで。わかるんですよ。まあ一応、ところどころにはプリントで加工して伸び止めはしてるんですけど、ね、はい、まあ、ベースはもう一層になってるんで、もう単純にシンプルに薄いっていうのを本当に表現してるんですよね。だから光とか入れると、こうちょっと入ってくるんですよ、光が、ね。透けるような。透けるような感じで。普通見えないですけど、
そのぐらい薄いので、もう本当にそこはしっかりこう踏襲された作りになっているので、もう本当に特徴的で、なおかつニットもね、こう、前と中足部、後ろの方で、細かく見るとね、よく見ると編み方が違うんですよ。違うんですよね。はい。一枚では連なってるんだけど、あの、中足部から後ろの方はちょっと細かいというか、あの、しっかり強度のあるように、あの、支えられるような編み込みにしてるので、前と後ろでちゃんと計算された作りにもなってるので、非常に特徴的な。これはね、もう履いてもらうと分かる。そうですね。本当は一番なんですけど。ですね。まあ、ちょっとそれを伝えられればっていうところで。次、アウトソールですね。アウトソールね。はい、まあ、アウトソールはルースとしてはおなじみとなりつつある。セパレート、ね。はい。セパレートソールですね。はい。セパレートのタイプも2種類あるんですけど、そのうちのこう一番薄いタイプのものを、ね。そうですね。ルースの中の一番薄いソールですね。はい、これはね、あの、前の部分も後ろの方もこう六角形、インドアの方なんですけど、あの六角形をベースにして、こう、360度しっかり連なってこう曲がる屈曲性、追随性っていうのがすごい発揮されるような設計になっているのと、このクッション材の部分ですね、白い部分ですね、はい、あの前の方には入ってないので、もう単純にその分一層薄いので、より足裏感っていうのがダイレクトに、そうですね、感じます。あの非常に特徴的なコントロールの作りになっています。はい。でこれがあのリュウヤがいつも使ってる、はい、本当に実物で、ね、使ってるやつなんですけど、あの、これはもうタークは今度、隆起を逆にしたような形にしてるんですけど、その分こう、それも六角形でしっかりこう、対応できるような曲線と、ボールタッチのしやすさっていうのがその通り。結構タークシューズってやっぱね、なんだろう、舐め感が薄れてしまうんですよ、インターネットなので。ね、こう、どうしても、あの、芝への引っかかりをこう、意識してしまうので、そう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 。あの、グッてね、力を入れなきゃいけないっていうところを意識するの、ちょっと、長いというか、ね。そうなんです。だから僕も、ある程度の芝だったらインドアで今から蹴ったんですけど、はいはいはい、このターフにしてからは全然それに阻害されないというか、そうですね、違和感なく舐めれるんですよ、はい。結構足裏やっぱり使いやすいっていう。使いやすい。方の人が多いです。はい。なのでまあ今まで、今、リュウヤが言ったように、インドアシューズで外でやってた方とかも、うん、まあこのソールだったらその感覚を損なわずに、そうなんですよ。適度なグリップもしっかり持ってるんで、まあ滑りすぎるのもなっていう人はこれより試してもらえるね。ちょうどいいですよ。すごいありだと思います。はい。そうですね。じゃあ次、ライニングです、ね。ライニングですよ。これもね、あの、なんていうんですかね、スリッポンで一体型なんですけど、はい、これもルースのこのタイプだと結構特徴的なね、ですね、うん、あの、アラコルタとかブレイクスルーっていうモデルとかもね、同じような形でやってるんですけど、はい、これも剥がし感覚をこう出すために、あの、プレイ中のストレスをどれだけ減らせるか、それがもう裸足感覚っていうところをコンセプトに作ってる中で、あの、スリッポンにして、まあ、着脱はね、最初コツいるかもしれないんですけど、ね、うん、プレイ中はもう、中端が中に潜っちゃったりとかね、よくね、ずれずれたり、気になっちゃったりして、なるなるなる。で、そういうのをこう減らす、もうないっていうのが、この作りの特徴になるんです。はい。で、なおかつ、あの、まあ、海外のシューズとかいろんなモデルもありますけど、こう、スリッポンに対して、ハイカットとかね、ミドルとかね、あるじゃないですか。はい、で、どうしても、やっぱり、メッシュのね、かかと周りが多いんですよ。多いんですよ。意外とね、細かいところですけど。そう、細かいところなんだけど、そうすると中でこう、ちょっと抜ける感覚っていうかね、汗かくとよりそれがわかるんですよ、滑る感じ。そうね。その辺がどうしても出てきてしまうんですけど、これはもう、内張りがスウェードになってるんで、そうですね、あの、引っかかりっていうか、もう足当たりの良さと引っかかりっていうのは非常にこう、心地よいものです。で、かつ、スリッポンなんで、より一層フィット感が上がるんで、そうなんです。本当に履いた感じ、うわ、全くずれねえっていうのが、ね、めちゃめちゃ感じ取れますね。で、ニットっていう作りもね、ありまして、本当にソックスぐらいのね、ね、なんか、大げさな言い方でもないぐらいソックスを履いてるような感じなので、そうそうそうなんですよ。すげえ気持ちいいですよね、フィット感が。そう、足回りの履いた時の一体感も、本当に素晴らしいのが。そうですね。じゃあ、その流れでサイズ感ですよね。そうですね。僕は普段 3.5 か4ぐらい履いて、はいはいはい、まあ、ルースのは基本 3.5 で、これも 3.5 で、ちょうどいいつま先の余りぐらいの幅感で
は履いてます。はい。僕も 4.5 個を大体履いてるんですけど、エクストリームはもう伸びるんだろうなっていうのをちょっと予測して 4.5 で最初、はいはい、ちょっとやっぱり履いた感じ最初ノリというか表面硬いんですよ。ちょっと張りがあるんですよ。そうで、はい、僕も実際にこれ履いてるやつなんですけど、もうだいぶ 2,3 回履くだけでも柔らかさが出るので、ちょっと最初だけ違和感あるかもしれないんですけど、2,3 回ね蹴ってもらえれば、はい、うん、全然やっぱそのクレイさんが言ってくれたようなニットってやっぱ伸縮があるので、まあ、自分の足型にぴったり伸びてくれるので、そうなるとかなり気持ちいいんじゃないかなと思います。ですね。そうですね。まあ、あとちょっと ね、サイズスペック表を出すんですけど、うん、まあ、尾形厚美といううちのスタッフで現役でやってる選手のも載せるので、はい、まあ、そちらも参考にしてもらえれば、はい、よろしいのかなと思います。はい、はい、そうですね。ですね。あと、使用感、使用感。まあ、使った後、ね、リアルにね、僕ら履いてるんで、はい。はい、まあさっきもうちょっと話したところなんですけど、やっぱこのニットっていうところによって本当に軽さ、僕は重たい色があんまり得意じゃなくて、そうで、かつ薄いのがすごい好きなんで、やっぱり軽さはね、大事なんですよね。そう、だからクッションとかは正直そこまであるちょっとは言えないんですけど、その分本当にダイレクトな足裏感っていうのは外でも中でも同じぐらい感じ取れるので、結構モレリアだったりデスポルチだったりお好きな方はこのエクストリームっていうのはすごいおすすめ、僕としてはできる一足ですね。はい、そうですね。僕もこう、僕どっちかっていうと重さっていうか ね、シンプルな作りの靴が好きで、割と重いのとかも好きなんですけど、これに関してはもう特徴がもう裸足感覚っていうコンセプトで貫いて作ってるから、こう履いててもやっぱ軽さも感じるし、うん、ボールタッチもね、本当にスックスっていうか気持ちいいですね。ね、うん。そこのダイレクト感っていうのは、そう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 、他にはないから、やっぱりたまに履きたくなると、いろんなシューズ持ってるけど。そうっすね。ね。で、あと僕個人としては、まあもうずっと言ってるんですけど、形から入るタイプで。デザインはね、やっぱり靴としては大事だと思う。大事。で、やっぱその中でこの一足、エクストリームっていうのは、ルースフットウェアの中でもかなり、特徴的な、まあ、もうニットを使用してるってことが、まあ、スニーカーライクなビジュアルもありつつ、しっかりスペックも入ってるっていう、まあ、両立されたモデルで、個人としてはこの、ね、黒はね、こちら、渋いですよ。そう。僕が、この3色だからどれもかっこいいんですけど、一番レコメンドしたのはブラックですね。なんでかっていうと、この2色は、ルースロゴがしっかりと、強調されてるんですけど、このブラックに関しては、あえてブラックにブラックっていう同色を重ねてるので、パッと見ね、遠くから見ると、ね、え、これどこのシューズみたいな。そう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 。なるんですけど、まあ、この月と太陽で、あ、ルースなんだ、みたいな。ちょっとこれが、クロート好み感があって、僕個人としてはかなり好きなカラーというかアイテムですね。で、そうね、こちらですよ、あと。赤。ルースとしては、多分初めて、赤っていうレッドを採用したカラーで、最初この2色、ね、そう、2色だったんですよね。ホワイトとブラック。で、セカンドカラーとしてこちらのレッドが出て、まあインパクト大な。ね、赤は、ね、はい、こうシューズの、フットサルシューズでも結構売れ筋のカラーなんですね。そうそうそう。どのメーカーとはね。このブランドも結構人気なカラーで。まあこちらも僕、抑えた。結局3色も買っちゃったんですけど。3色いや、やっぱその中で一番、使用してる率が高いのはこのブラックですね、うん。やっぱ合わせも効くっていうのもあるので、すごいおすすめですね。こうね、細身のパンツとかでも、ね、かっこいい。合わせて、本当に綺麗なんですよね。そう。ユースのシングルペース。全体のね、シュレッドがすごく綺麗に見えるんですよね。まとまって。すごい、肩から見せもやっぱり綺麗だなと思う。そうですよね。これ多分ね、ちょっとシューズ好きな方じゃないと共感してくれないとか。そうですね。はい。そういう風に見てる人あんまりいない。いないいないいない。ぱっと見、あ、かっこいいなっていうのは。ぐらいですけどね。足元がね。そう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 。っていうところで、まあ、デザイン性もさることながら、先ほど話したスペックもね、はい、ふんだんに入ってる軽さと薄さとフィット感っていうところをすごく、はい、大事にしてるモデルなので、はい、まあ、そういうのが好きな方にはぜひとも、足を通してもらいたいですっていうところですかね。で、サイズレンジもこう、ルースは 2.5 から今展開してるので、そうですね、女性の方でも、うん、履きやすいようなスクリーニングになってるっていうような展開になってるので、そうですね。はい。最近は女性の方でもやっぱりこう、ミニマムなものとかね、こう、明らかにこう派手な色っていうよりか落ち着いた色とか好きな方もいらっしゃると思うんです。そうですね。はい。ぜひとも、ちょっとお店で履いてもらいたいですね。はい、まあ、はい、サイズ表記とかも、うちの方、先ほどのサイズ感とか見てもらえれば、ネットでも、そうですね。見やすいになるかなと思います。はい。ご検討いただきたい。はい。
それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。